はい、GC ミノに変えます。流れの中はね、ミノも結構強いんで。来たよ。でか、バレた。流れの中はね、ミノも結構強いんで。来たよ。でか、バレた。やってもた。マジか。ゴジャペッタ。マジか。うわ、やってもた。でか、バレた。やってもた。マジか。ゴジャペッタ。マジか。うわ、やってもた。マロンでかかった。やってもだ。マジか、今のでかかったな。でも分かったことはミノを食いますね。ミノが食うことが分かったんで。今ボイルしました。ちょっとねボイルしたんですけど、切り落としたワームがスパテンです。スパテンそのままになります。まだバスがいることが分かったんで、とりあえずねルアーをこまめにローテーションしていきながら、バスにね飽きられないように。来たスパテン来た来た来たパテン食ったよ。食った食ってる食ってる。ライン張ってます。テイクして持っていって。よっ、パテン来た。逃げられた。ちょっとね、ボイルしたんですけど、つけようとしたワームがスパテンです。なので、スパテンそのまま投げます。まだバスがいることが分かったんで、とりあえずね、ルアーをこまめにローテンションしていきながら、バスにね、飽きられないように。スパテン食った。食った。スパテン食ったよ。食った。食ってる。ライン走ってます。シェイクして。持っていって。持っていって。持っていって。よし。よっしゃ、おう、スパテンか、あら、逃げられた、ボトボトなったのに、ボトボトやで、この岩の隙間に入って逃げられた。でもね、釣れましたね。スパテンで、陸にはあげたんで。ちょっと見せれなかったですけど、45センチぐらいですね、サイズは。
パセンであんだけ送っても薄がかりでした。まああれってね、あの上げただけで逃げられるぐらいなんで、結構ねやっぱり濁ってるんで、普段より食いはいいんですけど、食うのは下手なんで、なのでね、ちょっとしっかり合わせていかんとダメですね。あんだけ送ってあれなんで、丸飲みはしないんで。でもね、ルアーを変えるととりあえず一発目は反応くれてるんで、まあ、まだねもしかしたらもう一発いけるかもしれないです。昨日からねロングワーム、こういう時はよく効きます。っていうか、びっちょびちょ、びちょびちょやけど、ちょっと気持ちいいな。で、ちなみに、これね、流儀のタリズマン30です。フックはね。で、それに自分でブラシガード巻いてます。ラバージグのブラシガード。で、バネチューンしてます。バネチューンして、脳進化。それのドリフトです。しかしね、朝のまだ7時半とかなんですけど、それで40アップ5匹。で、30ぐらい。キャラのレジスレターちっちゃいのが30センチぐらいなんで、計6匹。すごい調子いいですね、今日は。昨日からでこんなにね、連発したん、結構久々で、しかも動画内で本流でバス釣ってるので、昔しかないんで、まあ、こうやってね、撮りながらやっていくのは初めてで、すごい、絶好調です。はい、次のやつですか。もしかしたらね、ちょっとバスがいなくなった可能性もありますね。まあちょっとワンスポットで当たりすぎなんで、もうこんだけ目が釣れたら上出来すぎるぐらい上出来なんですけど、まあまだね、もしかしたらいる可能性があるんで、あの手この手、まあ、手を返しなおかえになっていこうかなと思います。で、さっきね、ボイルもやってたんで、まあ競争でも出る可能性があるんで、一回ストップやってみます。サーブローで調子いい。サーブローズショーティマジか。はい、ちょっとねぎこちないファイトになりましたけど、後ろにね木がすごいあるんで、あんまりねなんか強引にファイトができなくて、バレたら嫌なんでぎこちないファイトになりましたけど、サーブローズショーティーで流れの流進の中に出ました。やっぱりルアー変えてね一発目は強いってことですね。はいはい、こいつでかいですね。45超えました多分、サイズで言うと。でかい、いいバス。いや、今日すごい調子いいですね、ほんまに。こんなにね、釣れる機能が多分ないです。まあ、機能かっていうとね、本当にバスの個体数が少なくて、で、ポイントもね、微妙なポイントが多いんですけど、こうやってね、雨が絡んだ時っていうのは、すごい、普段微妙なポイントでも良くなるんで、
こうやってね、あのフィールドポテンシャルが強くなって、かといって、ずっとね、同じルアーで攻め続けると、このエリアも釣れてしまうんで、ルアーをコロ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 変えながら、まあ、5投に1回ぐらいのペースで変えながら、バスにね、ルアーという認識をさせないうちに、ルアーを変えていって騙していくのがいいかなと思います。はい。いいわ。ありがとう。はい。